最近慎吾ちゃん、慎吾のカラオケ配信見てたって。見てたよ。昨日は初めて配信、休んだねって。そう、慎吾の見てたんよ、キューピーちゃん。ね、慎吾の見てた。今日はね、お医者さん行ってきたよ。今日はね、車椅子じゃなくてさ、いくらか良くなったんよ、足が。杖で行ってさ、送迎のね、無料のバスで送ってもらった。よかったよ。先生がさ、血圧の薬、今度半分にしてくれた。なんかね、いろいろ調べてくれて。よかったよ。行ってきられた。杖で行けたのは、すごいねって。そう。急冷痕貼ってから、急に良くなった。病院に行けたんだ。すれば良かったって。そう。それは良かったって。そう。ね。良かったよ。だから今度ね、デイサービス入れると思う。こんだけ良ければ。ワンツーがなくなった。先生に見てもらった。安心ですね。そう、リスナーさん、行ってきました。お薬がね、ちょうどなくなっちゃってさ。送迎が行くからって言ってくれてね、行ってきたのよ。佐久間さん、お薬やって、よかったですね。歩けたのもすごいって。杖ついたけどね、ありがとう、ありがとう。なんか、にゃんこみたいなアイテム、ありがとね、佐久間ちゃん。ありがとう、母ちゃん。ナイス用のミスタードーナツ、捨てたのって、まだある。頭のふわふわするのはよくなりましたかって。前とは違うよ。ねえ、全然。ほいでね、あれだよ、よくなってきた。だからね、本当はデイの人がね、車椅子で連れてくったけど、今日ちょうど薬がなくてね、薬もらいぐったらね、先生の方で診察がしたいからって、送迎するからって言ってくれて、で行ってきた。そう。ね、ありがとう。今日さ、あれ、アンジからね、手紙届いた。手紙が。声だめだって、私のこと。声だめ。風呂へほら入ってない。ね、声だめだって。また来たのって。そう。てっちゃん、すごい人だね。よしえさんにそんなことを言って、変なのは入ってなかった。アンチなんか吹き飛ばせってね。関真子ちゃん、アンチ暇だなって。ほら見て、こんな綺麗なやつだよ。ね。ほら見て。ね。中見たらすごいよ。耳くそはない。よくね、そんな声だめでね、配信ができるって、くせえような、どうのこうのって書いてある。舞ちゃん、暇なんちですねって。れれちゃん、よしえさん、顔見に来たよって、ありがとう。くりまんじゅうさん、かわいい手紙なのに。そう。これはかわいいでしょ？中がひでえもんだよ。ね。きっちゃん、風船、ありがとう。ありがとう。ね。ポリンちゃん、いつもありがとう。しんちゃん、バカな野郎もいるもんだってね。ゆうちゃん、理解難しいってね。切って貼って、お金使ってやって、笑うってね。なんで、わざわざ手紙って。見た目は不安レーターに見える。そうでしょ。この封筒がね、綺麗だよね。字はどんな字って。どんな字は下手くそだよ、中。ひどいよ。くっちゃん、かわいい封筒ですね。封筒はね、ね、ひどいねって。南、女性かなって。下手くそ、笑うって。
この字見て、この、この字。ココタン、ヨセさん、こんばんは。おばあちゃんと見てるよ。ありがとう。耳くそは入ってなかったよ。心が汚れてます。それは。ありがとう、さくまさん。男だなって。ありがとう。にゃんこちゃん、ありがとう、さくまさん。夏、ふわ、きっちゃん、何が入ってたって、アイテム投げてくれたらいいのにってね、文字汚いって、字がって、ありがとう。うん、ね、うん。メロクロちゃん、ふわふわ、なんかありがとう。うん、ふわふちスター、ありがとう。みわりちゃん、男の字だねってね。うん、メロクロちゃん、フワッチスターをプレゼント。ありがとう。小学生かなってね。メロクロちゃん、フワッチスター。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、アンチのくせにいつも拝見してるんだわ。そう、フィーちゃんいつも見てるみたい。うん、ね、住所できる。印鑑ないんですか？印鑑、うん、また来るね。ありがとうって、きっちゃんありがとう。ありがとうね。あ、しばちゃん、アンチに負けないで。うん、あ、アンチからのお手紙ですね。そうです。きっちゃん、アンチに負けないでねって、ありがとう。ありがとう。すごいよ。うん、この顔見て。わ。ほら。これが私、こっちが信号だって。ね。ジョーって、警察届けてってね。わざわざ手紙出すなんて、お疲れ様ってね。うん、男性ですねってね。なんで書いてあるんですかって。これ、うん、絵は上手だって。頭がおかしい人だってね。うん、おー、これ、うん、文句はすごいよ。長瀞の、あーね、あれ、声だめの吉江様だって、毛格闘部屋の慎吾様って、いつも半券、配信を見させてもらってます。さて、吉江さんに、大ごとな手紙を書いたと思います。よし、早くデイサービス行ってください。マジで汚い声だめみたいな匂いだってね。うん、声だめみたいな匂いです。笑う。そんな姿で、うん、そんな姿、何？こんな姿でよく配信できますね。恥ずかしくないんですか？髪の毛もベタベタで、汚れたし、何笑えるんですだって。この世の声だめだって感じがして笑ってしまいますって。うんうん、何かお風呂入ってないんですか？本当不潔なばあさんですよね。ヨシエさんっていいリスナーもきっと汚いババアだと思ってるよって ね、うん、ね、まだ裏続くのよ。ヨシエさんってよくモテたそうですけど、そのモテた理由にはヨシエさんの股が緩かっただけと、お金があったから男があなたに寄ってきただけだと思います。笑う。それじゃなかったらあなたみたいな汚い相手なんかしませんって。こう書いてある。そう。こういう文句。わかった？うん。もうだい人の配信見なきゃいいよね。ねえ。
我に匂いなんかしないよ、うん、入らなくても先生だって全然ね、うん、あれだってよ、うん、名前忘れたってね、うん、名前書いてない、この人の名前書いてない、私の名前だけ、ひどいことばかりだって、しばちゃんそうだよね、うん、ご自分のお母様がって言われたらってね、たらこさん有酸配信するって大変だってね、うん、ねえフィーちゃん小学生か、笑うって不安レーターだーって、ラブちゃん、うん、マイちゃん化身どこですかって、うん、化身、うん、ちょっと待ってね、みわりちゃん気にしなくていいよって、紅茶さん、うん、みわりちゃん体しんどくお風呂に入れないのにひどいって、本当だよね、今日は行ったよ先生のとこまで、自分でいいなと思えばさ、私行きますよ、でも来週は行けると思います、本当にしんどいから行けなかったんですよね、下心がさ分かんねえんだよな、分かんねえ、みんなに分かる、私分かんねえ、分かんないねこれじゃあね、ね、不安レーターみたいだよね、すごいね、わざわざ絵付きでってそう警察に見せて、でもさね、よしえさんカラオケさんこんばんはって、いつもありがとう、よしえさんラブちゃん120円もうってね、切ってね、風船ありがとう、よしてびとさんありがとうございます、よしてぼさんこちら、いいねありがとう、いろんな人いるんね、うん、ね、うん、文句が悪いね、声ダメだって、うん、私だって大ごとじゃなきゃ行くよ、うん、今日は調子いいから医者行ってきたものね、うん、ケアマネージャーさんがさ車椅子で来るったけど、ちょうどね終わっちゃったんだよお薬がね、だからお電話来た、だからね一応診察しないとって言うから歩いてみたらなんかね歩けた、うん、ほんで送迎のね普通の車で乗ってった、うん、よかった行ってきて、うん、わーんっていうのがなくなったよ、うん、切ってももったいない、にゃんにゃん投げろってね、そうおじまとちゃんね、うん、暖かくなれば体調良くなりますよ、ありがとうリスナーさんね、ゆうさん自分がよしえさんの年齢にならないとわからないって、そうだね、よしえさんいつも面白い配信楽しく元気をもらってます、ありがとうリセクシー様ありがとうね、うん、コーチャちゃん歩けてよかった、ありがとう、いいねありがとうね、ありがとう、うん、あ杖ついてたけどね、うん、杖ついて歩けた、うん、ほんでね足の腫れもねうんと腫れてたん、下がこれもね、うん、だんだん良くなってる、うん、腫れがね、うん、キュレーコンっていうのつけたら良くなった、うん、うちのね、のんべえさんもね、酒飲んでね、自転車でふっくり言ってさ、足が痛くて休んでたんだよ。キュレーコン2回貼ったら、もう良くなっちゃったんだって。ほいで今日パチンコ行ってよ。うん、帰ってきたよ。2回貼っただけで、痛くてね、腫れてたんだよ。2回貼ってやったのよ。うん、おいさ、これ大きくな。俺はもう治った、っつうんだよ。ね。うん、すごいね、早速パチンコ笑ってね、そうね、ともたこんばんはって、いつもありがとうありがとうね、グラグラも落ち着いていたって、そう、うん、杖つけばね、うん、早速パチンコですねって、そう
ね、うん、全くね、本当人間ってさ、大事だと本当ね、お風呂ずらねえよ、本当に嘘じゃない、ね、ね、うん、本当だよ、ちおちゃん、相原さん元気ですね。二日で治っちゃったって、足がふっくるけって、痛くてね、ビッグを引いて歩ってたんか、うん。校長さん、キュレーコン、母に買ってみようってね、うん、ねってつけるんだけどね、クルマンジュさん、キュレーコンすごいね、今度買ってみようってね、うん、そう、私もね、今腰張ってるの一つ、足張って、うん、なんかね、すごいね、うん、元気出てきた、うん、あの、なんていうの、ロキソニン、うん、薬局で高いの買ってたロキソニン7枚入り、これよりうんと効く、うん、何の歌がいいかな、おばあちゃん何の歌好きな、うん、ねえ、うん、何の歌いい、うん、ね、慎吾みたいにカラオケで歌えばいいけどね、うん、足良くなったら今度はカラオケ行ってみようかな、ね、うん、慎吾とね、うん、足がもっと良くなったらね、うん、慎吾の車汚いからね、あれだけどさ、ね、うん、楽しみも出てくるよね、うん、ほらね、足が普通になればね、うん、本当だね、うん、杖つけば歩けるからね、うん、車椅子じゃなくてね、うん、長瀞の左とん平さん、慎吾さんがまだカラオケ連れてってくれるとでも思ってるの、相原選んだ妖精さんにはもう協力しない、そんなことないと思いますよね、うん、もうさ、早く良くならないとねって。ありがとう。ありがとうね。ね、あ、玲子さん、いやー、病院行けたのって。そう、行けたんですよ、今日。うん。あの、あれなんだっけ、ケアマネージャーがね、電話来なかったんで、ちょうど薬終わっちゃって、うん、先生にお電話したら、うん、先生が一旦見て、うん、で例のあの血圧のも持ってって見せた、あちょっと低い時あるからじゃあ半分にしてみて様子見るってね、今日先生のとこ行きました、この杖ね、うん、ついてさ、うん、送迎の車来るけどね、はい、車椅子じゃなくってこれで行きました、はい、だからね、うん、だから今度はで行けると、もう本当に今まで大事だった、わーってなってね、うん、そう、行ってきました、うん、元気になってよかったですね、ありがとう、うん、もうさ、でも病院行って疲れたね今って、うん、そうだね、うん、よかった、偉かったねって、ありがとうレコさん、うん、よかったよ、うん、わーっていうのが なくなったもんね、うん、血圧が強かったんかもね。足が良くな、足のため血圧が高かったんかも。うん。半分にしてくれた、先生が。うん。様子見るってね。はい。マイマイちゃん、トイレの水は治り、うん、うん、ましたか。それがね、昨日3時40、20分頃ピンポンってなったん。はーいって言ってね、行ったら誰もいないよ。で、今日もさ、3時20分ごろ、ピンポーンってなった。はい、どうぞーっつって、出たんよ。おじゃ、誰もいないよ。困ったね。あの人がそうかなって、まだ水なごんないよ。うん。ガチャピンさん、よっさんに直してもらおう。予算来なかったよ。ああ、ね、予算、うん、来なかった。ね、なんか、うん、
秘密のプラセンターさん、ヨシエさん、眠たそうだって、ありがとう。結構寝てるんだけどね、うん、ありがとう。バブルバルーン、ありがとうございます。ありがとう。あ、そうか、今日は早かったんだ。9時頃起きた。うん、信号の遅く見て9時頃起きた。医者行く、あの電話するっつんで、そうだ、早かったんだ。そう、うん、今日朝ね、9時頃起こされた。あのおじいにね、うん、今日は医者に電話しねえと9時からって、俺早く起きたんだ。そう、信号遅かったもんね、うん、配信見てたから。うん、リアルキューピーちゃん、少し余裕できた、できたから、どうぞって、ありがとう。何ですかこれ、にゃんにゃん、ありがとう。キューピーちゃん、あ、ありがとうね、ありがとう。にゃんにゃんですね、ありがとう、ありがとうね。秘密のプラセンターさん、ドーナツどうぞって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。クリマンジュウさん、たまちゃんって、にゃんにゃん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。クリマンジュウさん、ガチャピンさん、ヨシエさんには一番の薬はアイテムなんですかって、別にそうじゃないですよね、うん、そうに聞く人おかしいんじゃないかな。ちょっとプーさん、昨日でどうだったって、うん、昨日行かなかったよ、うん、大ごとで。今日はでも来週から行けると思う。